おしどり探偵は、1929年に刊行された、アガサ・クリスティの短編集。クリスティの2作目の短編集であり、また、トミーとタペンスシリーズ唯一の短編集である。二人で探偵を、の別役もある。内容は、当時の推理小説界で有名な名探偵たちの捜査法を二人が真似するというパロディ集であり、ソーンダイク博士や墨の老人といった後代にもよく知られた著名な名探偵から、ソーンD・コルトンのような現代ではマイナーとなったものまで扱われている。また、16号だった男では、クリスティの代表的な人物であるエルキュール・ポアロが取り上げられている。秘密機関の事件後結婚したトミーとタペンス。情報機関に就職したものの事務仕事が多かったトミーのもとに上司がスパイ疑惑で拘束された探偵の経営していた国際探偵事務所を引き継ぎ、そこに届くスパイ関連の文書を調査するという任務を命じてきた。冒険に飢えていたタペンスはそれに乗じて一般の探偵仕事も引き受け出し、ベレズフォード夫婦の探偵兼秘密情報部員としての生活が始まった。なお、2015年に BBC で制作、放送されたテレビドラマトミーとタペンス -2 人で探偵を-の原作は本作ではなく秘密機関とNかMかである。ありがとうございます。